自意識過剰が9割。お魚さん34歳男性、自分が気にしていることが実は相手が気にしていなかったってことありますか？ありますかっていうかほとんどじゃないかと思いますけどね世の中の皆さんがいろんなことを心配したり気にしたりしていると思うんだけど、例えば分かりやすく言うと、人から嫌われたくないっていう人がいるんですけど、大体8割ぐらいの人は皆さん人から嫌われたくないっていうふうに思うんですね。私は人から嫌われたくない、人から嫌われたくない、人から嫌われたくないためにはどうしようっていうことを考えてる。相手のことなんて見ちゃいないんです。自分は人から嫌われたくないっていうね、人から好かれるためにはどのように振る舞えばいいんだろうかっていうふうに発想している人が残りの2割ですね。だから人から嫌われないためにどうしたらいいんだって自分の内面を見てるから、行動や言葉がおろそかになって人から嫌われる。なので人から嫌われないようにするんじゃなく、人に好かれるようにするには、あるいは人に好印象を得るにはどうしたらいいんだろうって言って、楽しい会話をしたり笑顔で接したりすれば好かれますよね。それが2割の人です。カバさんの YouTube 調査によってね。なのでほとんどの人は自分のことしか考えちゃいないんですよ。オレオレ成人なんですよ。ほとんどの人間は8割の人間はオレオレ成人なんですね。だから他人のことなんか観察してないんですよ。だからなんかあなたが下手こいても自分で言わないと分かんなかったりするわけですよ。あ、失敗したって言うから、お前失敗したのかって言ってみんなが注目するのであって、しらっとしてればですね、気づかなかったりするわけですよ。そういう自分で言っちゃうからね。そうやってほとんどの人は結局自分にしか関心がないんだね。他人から嫌われたらどうしようって言うけど、それっていうのは他人と自分との関係性を見てるようで、ほぼ9割自分のプライドというか自分の気持ちのことしか考えちゃいないわけでしょ。だからみんなそうなんです。だからあなたのことなんか観察してる人なんていないんだね、ほとんどね。よっぽど職場でなんかやらかしたりですね、大きな失敗をしたらそれはわかると思いますけど、普段の些細なコミュニケーションとかちょっとした人間関係において、あなたが職場で一番の注目されるようなもうすごい人であったら別でしょうけども、そうでなければ誰もあなたのことなんか見ちゃいないんですよ。違いますか？見られてますか？職場の注目の的になってますからと。なってないですよね、おそらくね。なので過剰なんですよね。何々したらどうしようとか、見られたらどうしようとか、よくあるのが、道ですれ違ってジロッと見たから私のことを変な風に思ってるんじゃないだろうかとかですね。思ってないよそんなの。いちいちあなたもなんか気にもしないんですよ。通りすがった人見ないとはおかしいじゃないですか。通りすがりの人を見た、私のことを嫌な目で見たって言うけど、今度通りすがった時に目をそらしたとしたら、私のことを目をそらしたこの人はって言って、何か私が変な態度をしたから目をそらしたんだっていう風になっちゃう。見ても不安になるし、目をそらされても不安になるわけですね。これを自意識過剰という風に言うわけですね。まあ、皆さん自意識過剰なんですよ。でメンタルが悪くなってくると余計自意識過剰になってきますね。なので自分が自分側になってくるわけです。他人のことを考えて、他人の心配をしたり、他人のことに感謝したりですね、他人にありがとうっていう態度で接してるってことがメンタルをやまないコツですよね。ありがとうの精神で日々生活するっていうのが、自分が自分がってなっちゃって、相手のことがおろそかになっちゃって、いろんなトラブルが起こって、人間関係もおかしくなってくるから大変なことになるんですよね。だから皆さんも自意識過剰は大概にした方がいいと思いますけどね。怒ってから考えていいんですよ。別に嫌われたらどうしようって言うけども、そのために嫌われない言葉遣いとかね、なんかそういうことは当然やっていくことだと思うんだけども、嫌われてから考えても手遅れではないと思いますけどね。大体想像していることの9割は現実に起こらないですから、考えるだけ時間と脳のエネルギーの無駄ですね。嫌われないようにしたらどうしようのイメージトレーニングのために無駄な時間と精神エネルギーを使うんじゃなくて、好かれるためのアクション行動のエネルギーと時間に使えばいいわけでしょ。だから他の人が職場で困ってたら助けてあげるとか、教えてあげるとか、手伝ってあげるとか、そういう風に振る舞えばいいわけで、嫌われたらどうしよう、嫌われたらどうしよう、嫌われたらどうしようって言って何もしないんでね。何もしないと嫌われるよね。だってみんなが忙しく働いてるのか、あなた何もしなかったら嫌われますよね、それはね。だから何もしないといいのかっていうと、そんなことはないので、ポジティブなアクションをしないっていうことが嫌われる行動につながっちゃうんだろうかなと思いますね。だから自意識過剰じゃなく、他の人に対するギブの精神を与えるっていうね、よく言いますけども、親切にしたり感謝したりするっていう、このギブの気持ちを持っていくことでうまく回っていくというふうに思いますね。はい、あなたがいろいろと過剰に心配するけども、ほとんどの人はそんなことちっとも考えちゃいませんし、私の患者さんでも赤面症だ赤面症だ、先生なんとかしてくださいって言うけど、どこ赤面症なんですかって言ったら、今もう顔が真っ赤になってますって言うけど、全然なってないんですね。そういう人が多いです。なのであなたが思っているほど周りの人はあなたのことを気にかけてなんかいませんので、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。人の目を気にしなくなる方法、精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。今日はスコットランドのウィックという町にあるですね、プルトニー蒸留所に来ています。プルトニー蒸留所というのは、このオールドプルトニーっていうね、ウイスキーを作っている蒸留所なんですけども、そこの熟成庫の前から今日はねお届けしています。まあ、私の大好きなウイスキーでですね、本当にここに来れてよかったなというね、そういう場所でありますが、ここからお届けできるってことは非常になんか嬉しい気持ちであります。今日は質問いただいています。まっちゃんさん、42歳女性。私は幼い頃から人目を気にしてしまいます。
そんな自分が嫌で、今までいろんな自己啓発本を読み自分らしく生きようと思っても、やはり人目や世間体を気にしてしまいます。先生は他人に何か言われてものれんのように受け流せばいいとおっしゃいますが、自分には難しいです。何か思考のコツのようなものはありますか？日本人というのは大体ですね、このように人の目を気にして生きている人が多分ほとんどだと思いますね。そうじゃない人は非常に珍しいと思います。私なんかは全く人の目とか気にしませんけども、そういう人っていうのは多分日本人の1割以下か、もっと少ない可能性もありますよね。まず人の目を気にして生きるとどうなるかというと、 100% 不幸になります。いいですか？なぜかっていうと、人によって言うことが違うからですね。あなたのお父さんが言うこととあなたのお母さんが言うことは違うし、あなたの奥さんか旦那さんが言うことも違う、あなたの親友が言うことも違うし、ご近所さんが言うことも違う、世間というか人が言うことって全部違うんですよ。それはいろんなことを言うんですよ、皆さん方が好き勝手にですね。だからそれに迎合するようにやっていくと、こっちにも良い顔して、こっちにも良い顔して、こっちにも良い顔するってできないんですよね。ある人に良い顔すると、いやそうじゃないよって今度言う人はこっちがいるわけで、そうすると八方美人っていうのは不可能なんですね、これはね。だから人の目を気にすると、結局自分自身やりたいこと何もできず、他の人からも結局批判されます。なので同じ批判されるなら、自分のやりたいように、自分の生きたいように生きて批判された方がまだマシじゃないかというふうに思うんですね。まあ嘘かと思ったらですね、人の言う通りにやってみたらいいんですよ、1年間ぐらいね。そしたらものすごい不幸になります。自分のやりたいこととかが全く何もできないし、他の人はね、適当にその場で思いついたことで言ってきますから、あなたのことを本当に心配して言ってるわけじゃなくて、ただの思いつきで、あなたこうした方がいいよとか、今こういうのが流行ってるからこういうのやった方がいいよとかですね、何も考えないで言うんですよ。なのでそれいちいち真に受けてるとですね、本当バカを見ます。でその通りやって、それでもし失敗したからといって、そのアドバイスをした人とか、こうした方がいいよって言った人が何か責任を取ってくれるかというと、 100%、 1000%、 1万%責任取ってくれませんからね。ひどい場合に言うと、そんなこと私言ったとかね、そういうことを言う人すらいます。ということで、他の人が何か言うとかですね、まあ、その通りやっていくと、もう本当に不幸になるのでやめた方がいいです。まあそれはうすうす知ってますよと、でもそれが知ってるけどなかなかやめられないんですよっていうことですね。それはですね、自分に自信がないということですね。自分に自信がないので、他の人の意見を聞いといた方が楽だなってことで、他の人の意見に身を任せてしまう。自分がやりたいことはよくわからないからこそ、他の人の言ってる通りとりあえずやってしまうっていうことが一つの問題なんですね。だから自分で自分の意思をきちんと持つということ、自分のやりたいことを明確にすること、この2つがとっても重要になります。自分のやりたいことが明確になっていると、人の意見とかそんなのどうでもいい話になってくるので、自分のやりたい道に向かって一直線に進んでいけばいいことなので、まずね、自分はどう生きたいのかってことをしっかりと自分自身を見つめてですね、きっちりと定めていくということが非常に重要になってきます。じゃあそういうことができるようになるためにはどうしたらいいかっていうと、私がおすすめしている方法は、アウトプット大全でも書きましたし、他の本でも書いてるんですけど、日記を書くってことですね。まあ、SNS を日記を書くっていうのが一番いいんですけども、今日あったこととかですね、自分のあった楽しかったこととかをきちんと文章にしてまとめる能力っていうのを高めていくといいと思います。そうすると、今の自分が何を考えているのか、今の自分が何をしているときが楽しいのか、今の自分が何をしているから辛いのか、自分自身をよく観察することができるようになってくるんです。その中で自分っていうのはこういうのが得意だっていうことを思って自信をつけることもできる。そして今の自分はこういうのが不得意だっていうことで、そこを鍛えていこうっていう気持ちも起こってくる。自己観察能力を高めるためには、文章を書くというのが一番の近道ですね。一人でですね、頭の中で自問自答してもダメです。君たちはどう生きるかのコペル君のようにですね、布団の中に入ってですね、自問自答してもですね、何の成長もないんですね。アウトプットしない限り人間というのは成長しない。アウトプットは話す書くってことです。人と議論するっていうのもいいんですけども、自分自身の意見をまずきっちりと定めない上で、人と議論しても流されるだけなので、書くということが特に重要だと思います。そこで日記を書く、自分自身の考えを文章に書く、これ本当にとっても重要なので、そこをまずね、トレーニングとしてやっていくと、最終的に人の意見に流されないように生きられるんじゃないかなと思いますよ。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。他人の顔色を気にしないで生きていく生き方、精神科医カバサーショーのカバチャンネル。マリコさん、54歳女性。人が悪く思っているという思い込みを消すにはどうしたらいいですか？相手が自分のことを悪く思ってるんじゃないかとか、あるいは何か自分が発した言葉に対して相手がすごく気分を害したんじゃないかとか、あるいは会社内において自分はすごく低く評価されてるんじゃないかとか、他人の評価がすごく気になってしまいますっていう方はとても多いですね。他の人にどう思われてるのか心配である人も多いと思うんですけど、まあその場合におきまして、すごくいい方法があります。それは、私のことどう思ってますっていうふうに直接聞くっていう方法ですね。分かんなかったら直接聞きゃいいじゃないですか。したらはっきりするわけなんで。
まあとはいえですね、私あなたのこと大嫌いなんでということをズバッと言う人はいないと思いますので、まあ相手のノンバーバルですね、雰囲気とか態度とかを見ながら、その人どう思ってるんだろうっていうことを察していくっていうことなんですね。だから相手がどう思っているかということを単に遠目から見ながら心配してても分かるはずがないんですね。手がかりゼロなので、だから相手とのコミュニケーションを取るっていうことです。直接聞かないにしても、その人に対して何か言った時に相手は嫌な顔で返すのか笑顔で返すのかとか、言葉尻がどうなのかとか、そういったことを何度か繰り返していけば、相手が自分に対してポジティブに思っているのかネガティブに思っているのかっていうことはそのずと分かってくるんじゃないかなというふうに思いますね。ですから、まあ人が自分を悪く思っているかどうかっていう思い込みを消す方法は、どう思ってますかっていうことを確認してみる、あるいは相手とコミュニケーションを取りながらノンバーバルに反応を見るっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。ただまあ私は相手が自分のことをどう思ってるかっていうのはまあどうでもいいんじゃねえのっていうふうに思いますけどもね。まああなたが相手に対して嫌がらせをしてるとかさ、嫌われてることをしてるとかさ、仕事で失敗しまくってるとかさ、そういうふうに明らかに自分に非がある場合は、そういうふうに悪く思われるのもしょうがないから、自分自身を改善するっていうふうにつなげればいいんですけど、自分なりに何か別に何か悪いことをしてるとか、サボってるとか、何かひどいことをしてるとか、そういうことがないのであれば、別に相手がどう思おうが胸を張って生きていけばいいんじゃないの？私は私なんで、私は別に他の人から後ろ指させるようなことはしてないんで、っていうふうに言えるのであればね、別に相手の顔色をそんなに過剰に伺う必要っていうのはあるのでしょうかね。別に悪口言われたとしても、いや私は別に悪いことしてませんのでっていうふうに思えれば、他の人からどう思われるっていうのは私はどうでもいいことなんじゃないかなというふうに思います。そのようなエネルギーがあるのであれば、一生懸命仕事に注力するとか、あるいは相手の役に立つようなことをするとか、そういうポジティブな活動にエネルギーを少しでも注いだ方が、まあ、物事うまくいくんじゃないかなというふうに思いますけどね。基本的には相手は自分に嫌われてんじゃないのか、相手に悪く思われてんじゃないのかってずっと考えてるってことは、まあインプットの世界の住人なんで前に進めないんですよね。前に進めないってことは結果として後退してるってことです。他の人は前に進んでるわけで、自分だけ前に進めないってこと。だからまあそんなこと考えても何の意味もないので、今自分ができることに注力し、もっとポジティブな会社であれば仕事に対してもっとうまくやったり上手にやったりすることはできないのか、もっと他の人と親密にコミュニケーションを取っていけないのかっていうのはね、今やれることに注目すると、自然と相手がどう考えてるとかどう思ってるかよりも自分が圧倒なことを一生懸命やろうっていうふうに切り替えるってことが、まあ一番他人の顔色を気にしないで生きていく生き方なのではないでしょうか。他人の評価が気にならなくなる3つの方法。リリリさん24歳男性、他人からの評価を気にせずに生きる方が幸せになれると分かっていながらも他人を気にしてしまいます。他人を気にしないためにはどうしたらいいでしょうか。そうですね、なんで他人の評価を気にしてしまうのかっていうことをまず自分で考えてみたらいいと思いますけども、一番多いのは自分に自信がないからでしょうね。おそらくね、一つはね、自己洞察っていうのがやっぱりすごいとても重要です。ですから今の場合で言うと、なぜ自分は他人の評価を気にしてしまうんだろうっていうことを洞察してみるといいと思います。こうかもしれないっていうことを仮説も思ったら書いてみるといいと思います。他人の評価が気になるっていうのは自分に自信がないから、あるいは自分がどうしたらいいかわからないから、自分の進むべき方向性が定まらないからです。俺はこうするんだ、俺は絶対これをやりたいんだっていうことが自分の中で固まっていたら、他人に何言われようが別にどうでもいいんですね。俺はこれをやりたいのでやりますっていうだけの話なんで。でも自分は A にしようか B にしようかっていう時に、自分の親は A の方にしなさいっていうかもしれないし、あなたの親友は B の方がいいよっていうかもしれない。そうすると迷いますよね。どうしたらいいんだ。評価ね、あと他人からの評価っていうことで言うと、誰でも人から褒められたいし他者から評価されたいんですけども、自分でやりきった感があるかどうかっていうことがとても重要だと思うんですね。だから例えば試験で80点だったした場合において、結構頑張って80点でよかったじゃんとか、あるいは全然勉強してなかったのに80点ってすごいじゃんっていうふうに思えてれば、他人の評価っていうのはそんなに関係ないんじゃないかな。あいつ80点しか取ってねえやっていうふうに言われたとしても、自分の中でこれはもうベストなんだっていうふうにしっかりと思えてれば、別にそれは気にならないと思うんだよね。
なんで他人の評価の前にまず自分で評価するってことをしていかないといけないよね。仕事にしろ勉強にしろですね。自分でできてないのであればまずそこをベストで尽くしたり一生懸命やったりやりきったりしていくってことが重要です。しっかりと自分なりで納得がいく部分をやらないと他者評価どころじゃないよね。自分の中でできてない、自分もうまくいってない状態において他の人から評価が低かったらそれ当たり前の話だからね。それはね、だから別にそこで落ち込む必要はない。当たり前のこと言われてるなと、自分はでもできてないと思うしってことになってくるので、なので、まあ、そういうふうに自分っていうことを定めていくということが一つやっぱり必要になってくるんじゃない。自己洞察するっていうことと自分の考え方や意思や定めたり自分で評価をしていくっていうことですね。あと皆さん自分を責めるのが大好きなんですね。ほとんどの人、世の中8割方の人はネガティブ思考が強いと思うんですけど、そういう人っていうのは自分のできてないところを見つけて、私話すのが下手です、私話すのが下手なんでダメなんです、私コミュニケーションが悪いのでダメなんです、私自己肯定感が低いのでダメなんですって、自分のダメなとこばっかりを言って自分で自分を攻撃して自分でボコボコ自分の顔を殴っているのと同じような人が世の中たくさんいるんですけども、自分ですら自分を褒めてあげられないとしたならば他人からけなされたりしたらものすごく落ち込むし、誰か自分のことを少しでもよく言ってくれる人はいないかしらって他人の評価を気にしちゃうと思うんですね。つまり自己肯定感が低いと他人の評価が気になってしまうと思いますね。なので自己洞察し、自分の中でやりきれるようにし、そして自分自身を責めない、自分のできたところできているところを自分で評価してあげないと、皆さん必ずできてないところもあるけどできているところもあるんですよ。両方必ずあるんですよ。なので自分のできているところは自分で評価して自分で褒めて自分で励まして、それで自己肯定感が上がってくるということで、3つぐらいの今言ったポイントがねありますけども、やっていくと他人の評価が気にならなくなってくるのではないでしょうか。